カルシウム、マグネシウム、マグネシウム、カリウム、これらの3つの要素には、拮抗作用、相乗作用という難溶性のリン酸としてやっぱ効きにくくなってしまう。スチサポチャンネル。前回は塩基飽和度ですか、まあ、勉強させてもらいまして、まあ、最終的には6割8割がまあちょうどいいよという話はさせていただきました。ここで僕ちょっと疑問に思ったんですけど、はい、塩基飽和度を満たすためにただ肥料を入れて、はい、まあ、土壌改良剤を入れて6割から8割にすればいいのかっていうところですね、はい、例えば石灰だったら石灰をバッと入れて、じゃあ6割だ、うんうん、こんなんでもいいんですか、いいもんですか。そんなことはなくて、人間の食事と同じで、はい、こういった塩基にもしっかりバランスをとって入れていかないと、まあ、土の方の調子も良くないということがありまして、拮抗作用、相乗作用っていうものが、塩基バランスを取るときに見ていかないといけないポイントとして存在すると。なかなかかしこまってますね、はい、ということで、今回はスタートする前に、はい、この数字だけ覚えておいた方がいいっていう数字を、はい、何でしょう、はい、5、2、1、5、2、1、はい、この5、2、1という数字がこの後出てきます。あれかサッカーのフォーメーションですか。5、2、1、2人ぐらい退場になって、2人退場するね。5、2、3ぐらいだったら分かるんですけど、何ですか5、2、1って。ワントップ5バック、ワントップと5バック、2人退場真ん中あ、もうレッドカードもう2枚ありますっていう負けるね。そういうことですね。まあ大切なのは、まあ、肥料っていうか成分だね、はい、まあ、ここら辺土壌分析とかで見るこの石灰、苦土、カリ、これでもやっぱあればいいってもんじゃなくて、なるほど、それをしっかり不要にするバランスが存在する、はい、でそのバランスを見るためのポイントがあるから、そういうところをしっかり見ていきましょうというのが今回の話です。はい、それが521、この521という数字を頭の片隅に置きながら、はい、まあ、今回は見ていってもらえればというところです。よろしくお願いします。はい、これってあれですよね、分析にはどこにも5対2対1を示すようなところはないんですけど、この5対2対1の塩基バランスっていうのを見るためには、うん、どこを見ればいいんですか、ポンさん。うん、ほぼ必ずどの土壌分析を取ってみてもここの部分書かれてると思う。石灰苦土比っていうのと苦土カリ比っていう黄色いところですね。黄色いところ、はい、ここの黄色いところ。じゃあなんでこれらが書かれてるかというと、はい、カルシウム、マグネシウム、マグネシウム、カリウム、これらの3つの要素には、拮抗作用、相乗作用という、はい、また新しいありまして言葉が、はいはい、まず言葉の説明をすると、はいはい、拮抗作用、はい、どれかが吸収が多くなりすぎるとまた違うどれかの吸収が妨げられるというのが、拮抗作用というものになります。はいはい、で反対にどれかが吸収される、これが多くなってくるとどれかの吸収がさらに促進される、これが相乗作用。例えばどんなものがあったりするんですか。この拮抗作用というので言うと、はい、まあ、土壌中に鉄分が豊富に含まれるとリン酸が吸いにくいとか、まあ、反対にリン酸とマグネシウムの関係とかは、まあ、マグネシウムをよく効かせるとリン酸の効きも良くなる。はい、いつの日か喋ることがあるとは思うんですが、陽明散布もリン酸を効かせるなら苦土も入ってた方がいいよ。それはまた後ほどの話なかなかマニアックな話ですね。はい、というわけで、まあ、拮抗作用、相乗作用というものがありまして、はい、この石灰と苦土とカリ、はい、これにおいては一番最初スタートで喋ってた5対2対1のバランスで含まれてると、こちらの成分がバランスよく吸収されますよという話。バランスが大事ってことですね。大事ところ。これがバランスが悪いと拮抗作用で片や多すぎて片や座りにくくなって、一般的にあの土壌分析とか見てるとなんか、適正値みたいな、あの実際ここら辺にも適正っていうものが書いてあって、うん、例えば石灰苦土比でいうと、6以下、竹の場合、畑作の場合、はい、で苦土カリ比でいうと2以上っていうのが書かれてたりします。まあ、これをバーって見てみると、まあ、苦土カリ比の2以上っていうのは大体みんなよくしっかり2以上になってて、で石灰苦土比でいうと、まあ、6以下、上から2番目がすげえ石灰が多いなっていうのが気づいたりはするんだけども、まあはい、まあ、そこはおいおいですね。まあまあおいおい、はいはい、こういったバランスのところがしっかり書かれているので、はい、土壌分析見るときにはここのバランスがとても大事なと、はい、数字もちゃんと押さえておく必要がありますよと。理想的な塩基バランスとしては石灰が5、苦土が2、カリが1ってことですね。はい、はい、という、なるほど、
勉強になります、はい、畑なりハウスなりでよくあるよくあるの中でこのバランスをぶっ壊せるくらいな勢いで狩りがいっぱい溜まってる時に拮抗作用を持ってる、カルシ石灰駆動入っていても座りにくいことで欠乏症状を生んでしまう。なるほど。っていうことがあるのでここら辺のやつもしっかり見ることでそれが石灰不足、駆動不足そういったものを解消してくれるということにもつながったりするってことは単純にただ腹八分目だけじゃあんまりいいことではないということですね。そうですね。ちゃんとバランスも考えましょうってことですね。腹八分目になっだけでもダメだしこっちの交換性石灰交換性駆動交換性灰、はい、なんかあるから大丈夫だねっていうのでいっぱいある中でもバランスが崩れてたら確かに確かにその拮抗作用のせいでどれかが吸えないっていうことが起きると。はあ、はい、いかにバランスが大事かっていう話です。はい、じゃあ塩基バランス、とても大事なんだなっていうのは分かりました。このリン酸吸収係数ってちょっと噛みそうな名前なんですけどこれってざっくりでいいので教えてください、はい、そのままはいなるけど、土壌 100g 中に土壌 100g 中、はいはい、吸収固定するリン酸の量土の中には鉄とかアルミナとかっていうリン酸を捕まえるものが存在しますので、はい、それらが多く含まれていたりすると土にリン酸が捕まります。そのリン酸の捕まりやすさを数で表してくれたのはこれです。高ければ高いほど土の中にあるリン酸をくっつけてる割合が多いよっていう表現でいいですか。これがね係数っていうのがいまいちとピンとこなってですね、うん、まあ気持ちはよくわかる。その土の中にリン酸液をぶっかけました、うん、いっぱい捕まえてるっていうのが、うん、こいつ数字が上がるってことですね。そうそう、これはまあちょっぴり長くなるから普通にカットされるかもしれないけど義務教育でリン酸吸収係数なんか習うわけない習わないですよね。習うわけない習わない習わない。会社に入ってから初めてこれを見た時にもう単純にこれって高い方がいいもんだと思ってて、うん、とんでもなく高ければとんでもなくリン酸を土が捕まえるからとんでもなくいい土なんじゃねえかなっていう単純に思ってた時代があって、はい、まあ、なんか勉強していくとそういうわけでもなくて、はい、このリン酸吸収係数っていうのが高いと、うん、リン酸を投入しました土に施しました。だけど土の中にある鉄アルミナに、ひっついてしまって難溶性のリン酸としてやっぱ効きにくくなってしまう。難溶性って溶けるのが難しい溶けるのが難しいリン酸となって、ね、根っこがから吸われづらくなるってことですか。まあそういうことですね。そういうことですね。理想的な数字ってあるんですか。一応1000以下が理想的だと。1000以下、うん、というふうに書かれるんですけどこれ大丈夫ですか。まあもうちょいでもそこまで来たらまあ頑張ってると思うぜって火山灰土壌っていうのはもともとリン酸吸収係数が高く出てくるはず、はい、あそうですか。本当はねじゃあちょうどいいくなってますけどそう、はい、なんかあったんですか。とその鉄とかアルミナとかがたくさん豊富に含まれる火山性土壌においてリン酸資材を長年ずっとたくさん入れ続けてるともうすでに火山灰に含まれる鉄とアルミナが最初に入れたリン酸とひっついて、まあ、すでに難溶性の、うんうんうん、出来上がっちゃってる出来上がるということがあって、はいはいはい、でリン酸吸収係数これ結局捕まえる力だから、うん、すでにリン酸と鉄がくっついた状態になってると徐々に徐々に数字が下がってくると言われてて、うんうんうん、要するにリン酸が効くまでリン酸を入れた結果リン酸吸収係数が下がってきてる。あなるほど。っていうのがリン酸吸収係数が相当より低く出てくると。だからこの土の割にはリン酸効かせるようにしたんだなっていう努力の跡がすごい伺える。農家さんの努力ですね、はい、捕まるんだったら入れてやれみたいな。なるほどね。はい、ということで、まあ、というわけで、まあ、そんな風にしてリン酸を入れた結果こういう風になってくると、はい、あと一つ残ってます僕疑問に思っているものが、はい、隣にあるこれ食これをですねポンさんにもうちょっと詳しくお話ししていただこうかなと。これに関しては書いてある通り書いてある通りパーセントだ。パーセンテージ、はい。はい。多ければ入ってるし、少なければ少ない。これ、理想はどれぐらいなんですか？じゃあ。まあ、理想としては5以上だよというふうに書かれますが、やっぱ相当、そもそもの土質に引っ張られるところが多い。そうですね。僕も習いましたよ、それは。はい。砂地、うん、なんかはやっぱり腐食が少ないと。そうだね。砂地だったり、まあ、粘土だったり。粘土ですね。うん、逆にデータとかは。どうしても低い。データとか多いっていうね。習いました、これは。うん、まあ、これに関してもなんかよく言われるようなことで、まあ、この辺の改善をしていこうと思ったら、まあ、毎年毎年ちゃんと堆肥を入れましょうとか、あとはまあ輪作って言ってその輪作体系の中で、まあ、例えば緑肥を植えてその緑肥を敷き込んで土の中で堆肥化してくれというふうにやったりして徐々に改善していくしかない。相当な努力がないと。相当な努力がないとここの数字は目に見えて変わってくる。なるほど。まとめに入りましょう。は
はい、今日勉強したこと、はい、1つ目、はい、肥料の塩基バランスがとても重要だと、はい、いうことですね。まあ、肥料は入れればいいってもんだけじゃなくて、ちゃんとバランスを考えて摂取しましょうと、そういうことですね。2つ目、リン酸はリン球を考慮して摂取しようということ。あまり数字が大きいと、リン酸を摂取しても捕まってしまう。まあ、難溶性のリン酸に変わります。あ、なるほど、ありがとうございます。そのリン酸吸収係数という数値が高いと、いや、なんかリン酸いっぱいあるじゃんって思いますけど、実はそうじゃないんだよと。まあ、その辺も一緒に合わせてみて考えないといけないよと。ありがとうございます。腐食はですね、腐食の数値が5以上が理想ということで、砂地だと、まあ、腐食はなかなか入らない。まあ、土質だね。はい、冷淡だとかなり腐食が入ってきて、ただそれを改善するにはかなり農家さんの努力が必要になってくるということで。というわけで、まあ、ここまで土壌分析の一つ一つ、まあ、項目を切り分けて説明してたんですけども、次回は、ね、こういった土壌分析について、まあ、ちょっとどんな話でしたかなっていうのを、まあ、さらっと見直すっていうのを次回やろうと思います。はい、というわけで本日は以上です。まさん、一つ忘れてますよ。何ですか？一言言っちゃってください。大きい声で、はい、はい、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあ皆さん、また後日。